たける心を殺すことある。今回の動画は広島県の近藤明さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。右利きのお利口さんには雨上がりをあげよう。手作りのフォーチュンクッキーでバラバラ出かけよう。悲しくて泣いてばっかりだら目が溶けてなくなった。秋になりまた冬になり一つと仕事を出す。遠くまでに抱えるつもりで終わらない君のストーリー。ニヤニヤ笑ってる不甲斐ない。やいやすがりながら追いかけてみても、足蹴にされても、すいません、はじめまして、白崎です。白崎さん、今、はい、どんな働き方というか、どういうお仕事メインにしようかな。今は、はい、まあ、ちょっとテレビのお仕事があるときはそちらをやって、はい、あとは料理雑誌のちょっと今監修やってたりとか、はい、メインはやっぱりテレビショッピング、はい、これが今、もう開発から今入ってて、で僕のプロデュースの商品が今いくつも抱えてまして、だってなんか僕もなんかで、ね、見たのが、はい、白崎さんなんか1回のなんか放送でもうなんか何千万か、2億ぐらいです。2億1日24時間で、はい、そんな詳細的には、まあ、今大体ご紹介してるアイテムが3000円から5000円ぐらいのものなんですけど、はい、それを大体1日で2億円ぐらい、すごいですかね。それだろ、テレビショッピング系の歴でいうとどんぐらいなんですかね、今。歴でいうともう14、5年。そっか、14、5年ぐらいなんですね。はいはい。最初は、はい、出演者で出てて、はい、でそのうちいろんなやっぱりテレビショッピングって実はハードルが高くて、一回例えば商品が売れて、はい、その後にビギナーズラックで売れた後にいい枠もらうとするじゃないですか、うんうん、じゃあ売れたから、この枠って、そうすると予算が上がって在庫抱えなきゃいけないんですよ、はい、そうすると例えば中小企業、はい、一発で会社飛ぶ時あるんですよ。へ、潰れちゃう、はいはい、在庫抱えすぎて、はい、保管料がそこからかかって、はい、とか、それを見てた時にもう本気でタレントがただ責任を負えません、口先で話したら愛もなければ何ですか、健康的な仕事の仕方をしていないと思って、それはもっと向き合わなきゃいけないと思って、自分でいろんな勉強してその携わる商品も、これで最初に取ったのが薬膳インストラクター、雑穀マイスター、ダイエットインストラクター、スーパーフードマイスター、ソイフードマイスターとか、そういうのをどんどん取っていって、でそのうちに、まあ、そのテレビショッピング内で、まあ、QVC っていうところなんですけど、うん、そこも会社として勢いがあった時に僕もそこに乗れて、で商品開発から入ってくれってなって、あ、そうか、もうとにかくいろんなとか知識もいっぱいあるし、その頃にはもうその資格取ってるぐらいだから、はいはい、なんで今までは1位タレントとしてそのいただいた商品とか、それの詳細とか、その、エビデンスとか全部もらって喋ってたものを、はい、それは違うだろうと、自分が本当にいいものとか人に紹介して、自分のファンに紹介した時に、はい、その人たちの口に入るものを僕は紹介してたんで、うん、安全性、安心性、裏切らない、うん、本当のものだけを商品で選んでって、でそこに自分の、いや僕だったらじゃあこれだったらこういうものを加えればもう少し腸活ができる、アンチエイジングができる、美活ができる、ああダイエットの効能がもっと歌えるとか、うん、そういったところからも今グイグイ入って、主に僕の商品日本でも作ってるんですけど、韓国で作ってるものは全部もう韓国の工場と会社全部視察行って全部一から作ってます。じゃあどっちかというとタレントというよりも、そこに関してはもう開発ですね。それはもう白崎さんご自身の会社でその業務提携してみたいな感じなんですか、 QVC さんとか。そういう業務提携っていうよりは、まあ、間にベンダーさんとかこうメーカーさんが入ってくるんですけど、うんうん、まあ、QVC さんからこう、まあ、ちょっと信用いただいた分、まあ、白崎さんこの案件どう思うとか、白崎さんが今紹介したいものなんかないの、白崎人ってやっぱりこう新しいものを探してくるのが得意なんで、最先端なもの
パイオニアになるものをちょっと売ってくれ、探してきてくれっていうので、まあ今スタッフとチーム作って、で、今はあの自社ブランドを立ち上げる今準備してて。あ、そう。で、今が一番忙しかったりするんですか、じゃあ。忙しいです。わかんないけど。いや、もう2月はパンパンですね。へぇ。休みがない。なるほど。今何歳になられるんですか、うん、僕は今44です。白崎さんはどこ生まれなんですか。東京の板橋。で板橋の、まあ、中華料理屋の一人息子 で今うちの親父マルツルって名前なんですけど、マルツルっていうそのお店が今 大バズりしてて、地上波からのオファーが絶えなくて、あと YouTube が130万回再生とか、もういろんな YouTuber が来て。それ何が特徴なんですか。うちの親父 の板橋しっとりチャーハンを生み出した神って呼ばれてて、そこが今チャーハンの聖地になってるんですよ、うちの親父が。へでそれを、これまたちょっと今これまだちょっとどこにも発表してないプロジェクトなんですけど、僕3月から今度は1回芸能の仕事を、まあレギュラーのものはやるんですけど、1回ちょっとそれをちょっと少なめにして、セーブしてね、うちの実家に弟子入りするんですよ、1人でチャーハンを覚えるために。それでそれを今度全国で来たくても来れない人とかのために、あの完全に手作りで作る冷凍チャーハンなるほど、ね、の制作に入る。もうそれも契約、食品会社探してきて、秘密保持契約もして。あ、だからその、まあね、レシピとかはね。そうです、そうです。ちなみにごめんなさい、白崎さん、一人っ子なんですね。一人っ子です。あ、じゃあその、鍵っ子みたいな感じなんですか。そうです、もう共働きだったんで、子供の時は鍵っ子で、ほうほう、病気でも自分でお粥作って寝てるような小学生だったんで。へえ、夜ご飯とかじゃあ店に食いに行く。そうです、そうです。どんな子供ですか。やっぱずっとこんな快活な感じですか、ね、いや、キャラクター的には。人間が好き、人と喋るのが好き、探求心がすごい。こうなんか見て、これ面白そうだなとか、これなんだと思ったら、すぐそれを調べに行くとか、活発ですよね。あ、今日はその成績とか優秀なタイプだったんですか。理数系でしたね。理数系でほぼ数学と理科とか科学とか、あと社会史が結構好きで、その辺はだいたい5とか、まあ、5ランクだと一番上とか。へえ、じゃあそんな感じだと高校とかさ、もう優秀な高校行くんですか。いや、それで優秀な高校を先生にバカにされてムカついて、それまで僕あのバンドやりながらロン毛だったんですけど、その先生見返したいがゆえに、すごい偏差値の高い大学、付属の大学付属の高校は受かるんですけど、そこは本当に行きたかったわけじゃなくて見せしめのために受かってるんですけど、そこは行かずに結局自分で何やりたいのかな、もう家から近くて自由にバンドやりたいなと思って軽音楽部がある高校に行ってみて、そこは偏差値全然高くないところで、あ、都立高校みたいな。そうです、都立高です。それでそこ行って、でもなんか学校にいる友達と遊ぶのが全然面白くなくて、だから社会出てって、その当時あの、まあ、年上の OL の7個上の OL の彼女と付き合ってたんで、その高校生で。そうです。すごいです。どこで出会うんですか。逆な7個上に高校何年生の時に逆なされたんですか。高校1年の終わりか2年の初めぐらいかな。へえ。ちなみにでもその初体験とかいつなんですか。初体験ね、でもその彼女のちょい前ぐらいですね。じゃあ中3とか。いや中3じゃ高1ぐらいです。あ、そうですか、うん、すごいですよ。僕7個上って16で23ってことですか。そうです、そうです。話合うんですか。いや最高に合いますよ。でやっぱり最高に合うんですか。合います、合います。最高に合うって本当ですか。それ面白いっすよ。あの年上のザいい女だったんで。そうなんですか、綺麗な、うん、どのぐらい付き合うんですか。4年長っ。長かったですよ。その間浮気とかするんですか、鶴崎さん。いやーね、これもね、思想になるんだけど、やっぱり彼女のことが好きで、ああ未遂が多かったというか。未遂ってどこですか。それはどこで止まれるんですか。その、いやこれは良くないなって言って、だから結構アプローチされるじゃないですか、女性から。あ、まあ、モテそうですもんね、うん、でもなんかそれに転ばないというか、男としては結構ちゃんとしてましたよ。キスはしたけど最後まで言ってませんよみたいな、そういうミスじゃなくて本当にちゃんとした。いや、うん、もうこのまま二人きりになったら ろくなことねえなっていう。あ、それでその自分で歯食いしばって帰るみたいな。あ、そういう本当に一途4年間貫いたんですね。貫きましたね。それぐらい僕のこと思ってくれた人なんで裏切れないなっていうか。逆になんでそれでそんな付き合ったら4年で別れちゃったんですか。なんか7個上で4年付き合うと、自分が社会出た時に俺この人のこと責任取れるみたいな。あ、何歳で社会出てるんですか。
僕はだから高校卒業してすぐです。当時何してたんですか？バーテンダー。家継ぐのが嫌で、一人息子なんで継がなきゃいけなかったんですけど。で、ちょっとそのバーテンやりながらふと思ったんですか、これあのまずいなって。彼女7個上だし結婚も考えてるだろうしってなった時に、これ俺この人の前に言っちゃいけないな。じゃあ自分から言うんですか、別れたい。好きなのに。へえ。でもなかなか彼女からしたらショックなんじゃないですか、4年も付き合ってて。恵比寿にその当時あったハンバーガーショップで大号泣されましたけど。へえ。じゃあポテト食いながら。いやもう食べないですよ、もう飲み物もそのままで。じゃあコーラも 気が抜けて。だ彼女もなんか多分察したんでしょうね。なんかいつもと様子が違うと思うで僕が呼び出すから。へえ。別れるじゃないですか。それの時まだバーテンダーですか？バーテンダーです。あのホストにはいつ飛び込むんですか？バーテンダーやってて、これ意外に知られてないんですけど、その当時僕バンドやってて、でうちの家と、まあ、あのその仲良しのそのバンドのベーシストがいて、そのベーシストの家を行き来してたんですよ。でそいつが部屋で首吊りまして、それ見ちゃって。そんな思い悩んでたんですか？そうです。そいつも後継ぎ、結構いいとこのお坊ちゃんで名家だったんですよ、地方の。でそこの後継ぎ問題でもうプレッシャー感じちゃって。だから一方で売れないバンドを続けてるっていうことにプレッシャーで感じて、僕より年上だったんで、そいつもやっぱり年齢の制限が出てきてて、で僕そこから半年ぐらい働けなくなって、死ぬ前に僕の顔見に来たんですよ、そのバーに。でそこでビール2杯だけ飲んで様子がおかしくて目飛んでるから、お前さ今日俺ん家泊まってけって鍵渡すからって言ったら、いや帰るって言ったら、後から聞いたらそのバンドのメンバーとその当時仲良くしてくれたヘアメイクさんとか全員に挨拶行って、最後に俺に会いに来て死んでたんですよ、首吊って部屋で。それ見ちゃって、でちょっとまあ自分も気が触れちゃって、で今でも覚えてるのが その、まあ、そいつの葬儀、で、まあ、読んで、お父さんがもう泣きながら、あのジン君に読んでもらいたいからって形で読んで、もうでも泣きながら何言ったかもう覚えてなくて、でも自殺っていうことはそこでは伏せてて、火葬場行って、まあ、ちょっと物騒な話なんですけど、そいつのことを好きすぎてこいつの魂受け継ごうと思って火葬場で焼いたそいつの灰舐めたんですよ。ほうほうほう。で舐めて、これが後々生きてくるんですけど、でしょうがないからもう働けなくなっちゃって、そいつの残像がそのバーカウンターに残っちゃって。先生、灰とかって舐めて味するんですか？粉っぽいだけですよ。そいつの骨というかそこを全部舐めて、それで半年間ほとんど働けなくなって、まあその時のバーテンダーやってた時とかバンド助けてくれてた周りにいい大人いるじゃないですか、男の、あのなんだろうな、支えてくれてる、結構男の人にもモテたんで、そうするとその男の人たちのお金でもう毎晩伸び上げてたんですよ。である日もういよいよ生活できなくなって、一回家飛び出してるのに実家に戻ったんですね。である朝もうずっと何年も口、家飛び出してから口聞いてなかった親父に、台所で俺その時酒飲んでて、親父に腐ったなって言われたんですよ。お前腐ったな、そしてそこで目覚めるんですよ。何やってんだ俺と。その時に、あ、俺あいつの分も頑張って生きなきゃいけないのに、あいつの骨をというか肺を舐めてその細胞が体に入ってんのに俺何してんだ、あいつも救われないこれじゃと思って、気づいたらスーツ、成人式の時に着たスーツ着てクラブアイってたんですよ。ああ、あの有名なね、クラブアイってもあの超老舗の新宿の歌舞伎町の、それはなんかその手前までに、なんとなくそのホストクラブっていうものが、いやいやもう大っ嫌いで、ホストがクソじゃねえかこいつらと思ってて、であの自分のバーにもホストが飲みに来てたんですよ、そいつらが嫌でチャラしてて、なんだこいつ。でホスト嫌いだったんですけど、ある時二十歳の誕生日でお客さんが、ねえねえってホストクラブ行ったことある、やだよ、ホストクラブお祝いで連れてってあげるって女の子に連れてってもらって、それがクラブアイだったんですよ。で自分が思い描いてた街のホストと違って、その当時のクラブアイって超厳しかったんで、みんなネクタイしていらっしゃいませ、ようこそ、こんな年下のガキに、
うわすげえ接客されるんだこんな男に、うん、と思って、どっかではクラブアイだけは違うんだ、かっこいいんだと思ってて、で自分がやっぱり半年以上金もなくなって全部も持ってるもん失って、うん、一気に取り戻したいと思って、気づいたらその時にたまたまいただいてた名刺があって、そこに電話してたら、電話したら、あ君、あ君からじゃあ話だけ聞くから今度のいついつの金曜日おいでよって言って行ったら、その人がまた出勤前で、うん、でクラブアイがめちゃめちゃ混んでて、うん、でちょっとごめん君いいからちょっと手伝ってっつって、うん、まだ現地名ももらってないのに面接もしてないのに、うん、座らされて、うん、で喋りまくりながら酒作ったら、なんで君そんな仕事できるんですか、それはバーテンダーだ、でそしたら面接しないでもう入れって言われて、うん、で入って自分で最初3日間だけハヤトって名前で先輩につけられて、うん、でもハヤトじゃねえな俺と思って、うん、じゃあ自分で現地名作ろうと思って、俺人大切にしてきたかなとかやっぱりすごい考えて、うん、だから俺やっぱどっかで思いやりまだまだ足りてない男だなと思って、人が2人、仁義を大切にして城を咲かせる城崎仁っていう名前を自分で作って、でノートを作ったんですよ、城崎仁のノート、それで城崎仁っていうキャラクターがこんだけ世の中チャラいホストがいる中で、そことの差別化するために何をすべきかっていうことで、よし分かった、色恋営業しない、枕しない、表で女の人と会わない、口説かない、肌焼かない、ピアスつけない、タバコ吸わない、足組まないとか、だからルール作ってるんですよ、だ全部今なんかザ・ホストの逆をやるってこと、そうそうそう、そうすると目立つんですよ、で自分でミッション貸したんですよ、どいつまでナンバーワンを取るとか、うん、どうしたらナンバーワンを取れるかとか、あちなみにその時仁さん何歳ですか、その、21ですよ、だから終わりぐらい、そうか21終わりぐらいでクラブに飛び込んでそのノート書き始めて、書いて、それであの逆に上がっていこうっていうことで、今でも覚えてるんですけど、その21歳の時の3月21日ほうほう321で上がっていこうと思って、ハヤトって名前から3月21日から城崎仁っていう名前を名乗るんですよ、うんうん、でそこから2ヶ月でナンバーワン取って、へえ、ちなみにその当時仁さんが21歳だから23年前ってことですよね、だから90年代ですか、ギリギリ、そうですそうです、もう2000年問題の前です、ちょうど90年代でクラブアイでナンバーワン取るために どれぐらいの売り上げ立てたら なれたんですか、今みたいに酒が高くないんで、今奥って取れちゃうんですよ、はっきり言うけど、うんうん、SNS あるし、うんうん、もう何千万なんて上がらない時代ですよ、うんうんうん、その当時歌舞伎町でやっぱり有名なホストクラブのナンバーワンが3、400万上げてるっていう、わすげーっていう時代ですよ、うん、そうか、それぐらいの数字はでも2ヶ月で叩いたというか、叩きましたね、はあ、でもやっぱその作戦がやっぱ予定通りというか、でもそれだけじゃもちろん取れなくて、クラブアイもその当時やっぱり敷居が高くて、うん、フリーのお客さん入ってこないんですよ、何したかって言ったら、まだその時途上で厳しくなかったんで、もう大量にかっこいい和紙の名刺作って、うん、で靴だけは舐められない方がいいと思って、その時金もないのに、まあ、一応グッチぐらいなら買えるかと思って無理してグッチの靴買って、あでもう毎日4時間半前っていうルールを作って、歌舞伎町にその新人の仕事の前の4時間半前から夕方から、今桜通りがコンビニになってるんですけど、あそこの横が安い海外の缶ビール1本だけ売ってたんですよ、うん、だから金ももったいないから、でも勢いつけたいと思って、当時ナンパなんかするようなタイプの男じゃないんで、うん、ひとまず嘘でもいいから城崎仁っていうもののテンションにしようと思って、毎日二日酔いになるぐらい頑張って酒飲んでたんですけど、もう夕方に中央あの東口出て、であのアルタの前から歩いてって、そこで缶ビール買って一気飲みするんですよ、でそこから全部こう最初5番の目のように縦に歩く、で今度横に歩くっていうのをずっとやったんですね、で片っ端から飯食わる、でそれって一番良かった、戦略としては、城崎仁ってどこの馬の骨かも分かんない無名なんですよ、うん、だから歌舞伎町って町に城崎仁をあり城崎仁を覚えさせる、うん、っていうことで、だそうすると毎日配ってると、もういいよ仁君これ3枚目みたいな女の子が出てくるんですよ、うんうん、私にもこの間も声かけたじゃん、あごめんごめん髪型変わったからみたいなトークしながら覚えてないですよあんまり、うん、もう配りすぎて、うん、で名刺配りまくって、分かったよもう3枚ももらったからじゃあ1回行くよっつって
一回こうお試し券、その当時クラバーエが1万円だったんですよ、うん、高かったんですよ、うんうん、だからハードル高いんですよ、うん、でもその1万円でハウスボトルの安いレッドっていうウイスキー、うん、もうそれ笑わせるまでもうそこ以上1万円以上売り上げにならないのに、うん、飲んで喋りまくったんですよ、うんうん、そしたらだんだんお客さんがジンそんだけ頑張ってんだからボトル入れるよとかなってきて、でも完全にドブ板営業とかも地道な活動が見落とすんだってことなんですね。 そのもういやそれ叩き上げ一番強いですよ。あの SNS でビギナーズラックで今のホストみたいに当たって一発エースみたいなの捕まえて、その自分の実力とトーク力人間力が伴ってないやつがナンバーワンって維持できないんですよ。うん、結局叩き上げでいろんなやつらに揉まれてつまんないとお客さん怒らせて帰らすこともあるし、ヤクザに絡まれる、わけのわかんないホストにガラスの灰皿投げられるとか、そういうのでいろんな経験を経てやっていくと出す匂いが強いんですよ。まあ、単純に、まあ、技術がもうどんどん積もらってくることもね、もともと酒の知識もあったし料理の知識もあるから、そういう面では夜の知識に関しては博学なんですよ。バーテンやってるし、うん、親はもともと料理人だし、高校3年間高校行きながら炒飯屋の調理場でずっと働いてて、あ、そんなんなってんの。で高校を辞めるときに正社員になってくれってずっと口説かれてて、へえ、だから自分では自負があるし、まあそこら辺のやつは負けないよね。へえ、そっから2ヶ月ナンバーワンになって何年ぐらいホストやるんですか。ホスト6年で辞めました。ジャスト3月に入って3月に辞めてます。2005年の。それってその6年間でそのなんかよくねホストさんってなんかその、うん、主任ですとかなんか、はい、あの役職みたいな。僕専務です。あ、専務もホストで初めての専務です。だからミーティングでも社長の横に座ってました。相田武の横に座ってました。その専務になってからその芸能界にってのはどんなきっかけなんですか。怖くなったんですよ。5年で辞めようと思ってたのにもう1年と思った時に、まあ、ドキュメンタリー出まくっていろんなテレビのお話いただいてて、もうなんか敵いないな歌舞伎町に。へえ。もうなんか全店舗のホストの売り上げ上げてもそのクラブ愛の 5系列5店舗のホスト全員の売り上げ上げても俺一人の売り上げの方が高かったんですよ。あ、だってそれこそなんかその2005年みたいな時代に置くみたいな、置くプレイヤーみたいな、そうそう、なんか触れ込みでしたもんね、うん、いやお客さんもジン様って呼んでるし、普通は今まで営業かけて来てくださいだったのに、そんなこともしなくてお客さんがもう毎日満員で来て、ジン様はお酒今日飲みに行ってもよろしいでしょうかみたいになってるんですよ。あ、そんなった時になんか俺これやべえんじゃねえかなみたいな、俺ルールじゃねえかみたいな、トップじゃねえかと思った時に今だ、なんか匂いが一番絶頂じゃんって。でこれからあと 2,3 年は余裕で多く稼げるけど、この一番かっこいい時に違うことやったらもっと人ついてくるのかな。でテレビで始めたらやっぱテレビ面白かったんですよね。あ、ホストで誕生日で一体何百人が限度なのに一体何万人何十万人のことができるわけじゃないですか。あ、僕の発信するものは、うんうんうん、それを発信するために、まあ、ちょうどその時にサンミュージックの社長にが遊びに来て、たまたまクラブアイに、で君とはまた合いそうな気がするねって言って帰ってたんですよ。それで、まあ、ホストやめようかと思って、やめてちょっとしばらくゆっくりしようと、そのサンミュージックの社長と、まあ、ちょっと君話そうよっつって四谷のホテルで、シティホテルでスタッフの方も来てお茶したんですよ。でその時君芸能興味ないよ、あ、そっか、そういう方法もあるのか、もう芸能入っちゃってもいいのかと思ってデビューです。へえ、そっか、そっからは、いやもう、ソンミュージカルで大手がもうバンバン売り込んでくるわけですもん。売り込むっていうより、仕事取ってきてくれというか。仕事はもう、デビューした日にありましたから。でも、通じてないっすね。最初の1、2年のタレントのトーク力なんて、もうクソみたいなこと喋ってますね。それってやっぱその、一流タレントのトーク力やばいなみたいなことは痛感するんですか。します、します。でも、どんな時感じたっすか。例えば、あ、これで、あ、これ滑ったなとか、で、あります、あります。その後に誰がトークしたらクソ受けてるみたいなことあるってことですよね。クロストーク、ひな壇でしてても、うん、僕が振った話題で僕が落とそうと思った瞬間に他の芸人が持ってって落ち作っちゃったりとか、取られるんですよ、トーク。あー。で、僕、自分発信でとか、お客さん発信のものをクリアにして、こう、1対1は強いんですよね、ホストやってたから。うん、他の席にも、ま、もう目を配らすことはできるんですけど、やっぱり芸能界っていうモンスターがブワーッといるところでのクロストークってやっぱなかなか違う。
あ、うん、フィなんかステージが違う。なるほど、ね、でも自分でも何クソって負けたくないから、だんだんもういいやこれ芸能やれなくなってもいいやと思って、ちょっと尖り始めたら売れたんですよね。またそこでもう言い切っちゃおうみたいな、関西の番組とか呼ばれて、最初関西の番組が怖くて、ザ東京の人間なんで、はいはい、関西行ったらみんなが結構いじるじゃないですか、あれいじりって愛じゃないですか、うん、俺これお前が来るとこじゃねえんだよって言われてるんだと思って、あ、なるほどね、いじめかこれと思ってたら、で後から聞いたら違う違うと、お前ねっていじられるって美味しいってことなんだよっていう、今だからこそこう普通にみんな一般の人も美味しいっていう言葉使うけど、その当時うちらの中ではなんか美味しいって感覚がなかったんで、うん、ちょっとのけものにされてるのあのかなと思って、だからもうなんかそれこそ関西で上沼さんの番組とか高陣さんの番組とか呼ばれても、ちょっと関西の重鎮に噛みついてみたり、うん、したらお前小生意気で可愛いなって言ってすごい呼ばれるようになって、でそっからタレントショッピングはもうその時出会ってるんですか。そこからちょっとしてぐらいですかね。あ、なるほど、最初の2年目ぐらいかな。タレントってもういろんな種類があるじゃないですか、その、まあ、トークするのもあるし、あのなんかリポートするのもあるし、うん、どれが好きとかだったんですか。いやでもバラエティで無茶すの好きですよね。自分がまあ料理得意だから結構あの1ヶ月1万円生活とか、女優さんとを外でデートしておもてなししてバーベキューで料理するとか、うん、まあ、料理なんか得意なんで、得意なことよもう楽しいんですけど、無茶なバラエティだからアフリカで井戸掘るとかそんな企画もやったんですよ。なんかそんなもやったんですね。なんか無茶好きですよ。へー、意外に。追い込まれるのが向いてるんですか。追い込まれるとなんか面白いみたいですよ俺。へー、まあそっか、ガチがありそうっすもんね。あのガチの嫌な顔しながら何クソって目するんで。へー、でもそういうひな壇とかトークとかそのロケとかって、このまあバッとめちゃくちゃ仕事が来る時もあれば、ちょっとその落ち着いてきたりするタイミングもあるじゃないですか、うん、そういうのってなんかその どう感じてたんですか。そのいや、あの不思議と、うん、俺持って2年だなって言ってたんですよ俺デビューした時。あ、それはなんとなく自分でなんか分かってました、分かってました。そんな水商売のトークなんかずっと通じないんで、もう飽きるでしょって。一周これゴールで、まあ、いや嬉しいことにダウンタウンデラックス、踊るさんま御殿、うん、笑っていいともテレフォンショッキング、ごきげんよう、あとは徹子の部屋とか、うんうんうん、もうすごいとこ全部出ちゃったんですよ、バーッと、うんうん、これもうそろそろ終わるぞってもう僕マネージャーに言ってました。でマネージャーも知ってました。でジン、ここで一周回って終わった時に何するかだから、お前何か学んどけよ。で案の定でもそこで今度演技の仕事が今度来るようになって、でしばらく2時間ドラマとか舞台とかやってて、でそのうちテレフォンショッピングもまあ一緒にやって並行しながら、で今度あの料理本の監修とか料理番組に、普通料理研究家とか使うじゃないですか、タレントってぶっちゃけた話、はいはい、裏で、はい、僕使ってないんですよ。あ、その料理本にね、はい、その分俺にギャラくれって言ってたんですよ。やっぱりあの料理本とか、料理雑誌ですか、あとは料理番組とかって結構予算なかったりするんですよ、うんうん、その時にじゃあ料理研究家いらないいらない、全部行って早めに入って準備してサワラも持ってくし、あの料理レシピ事前に俺全部出すから旬の食材でってやってて、あ、もうこれでひとまずテレフォンテレビの通販と料理番組とたまにあるバラエティ、ドラマみたいなことやってましたかね。でもそっか、だからさっきも言ってましたもんね、資格めちゃくちゃ取りまくったって。うん、もうそれはでもなんか資格を取んないとやばいっていうよりも、その自分が扱う商材にこの知識がないと喋っちゃいけないっていう、今度またそのタレントでショッピング、あの テレビショッピングとかこうテレビ通販とか物を売るに白崎仁のルール作りですよ。そのホストの最初にやったルール作りとまた違うアップデートしないといけないん でその時に口先だけで喋ってるタレントと一緒になるのやめようと思って。はちなみにじゃあテレビショッピングみたいなのをその真剣にやろうと思った瞬間とかあるんですか。その真剣に、あのあれですよ、それこそ僕にお願いしてきて、予算社長そんなつまらない方がいいんじゃないっていう意見もこっちができない時代に、中小企業潰れた時ですね、その商材扱っちゃった時に、やっぱ売れ残って、あ、白崎さんが紹介したもの、うん、その会社が潰れちゃった、潰れちゃったんです。それは別に俺の原因じゃないんですよ、もうだけどその社長がこう一生懸命やってた中で
在庫抱えすぎていろんなテレビショッピングの商品作りすぎちゃって、いやこういう社長ものを二度と見たくないと思って、絶対人を救うんだと思って、でそこからマネージャーとちょっと差しで話して、うん、俺テレビショッピングで売るものを自分で決めていいかっつって、今まではオファーいただいたもの全部売ってたけど、俺がいいっていうものしか売らないルールにさせて、仕事減ってもいいからっつって、うん、でそしたらそれがまた好転するんですよ、何年か後に。白崎仁が売るものは信用がある、本物、うん、だから今はテレビショッピングでやっぱり1日で2億とか売るっていうのはファンがついたってことですよ、本当で嘘を言ってない、うん、そこから、まあ、そこの時も嘘は言ってないんですけど、本当に自分が学んだ知識で開発会議から入って工場視察行って会社のメーカーの社長と必ず喋るんです、はあ、でお会いした時にその社長にが真摯に仕事に向き合ってなかったり金稼ぎだけ考えてる社長の商品売らないです、はあ、今もすごい仁さんこれちょっとこの人には会ってもらいたい、ここ最近もお金積まれたちょっとでかい案件あったんですけど断ったんですよ、あそのポリシーというか、うん、あの思想が合わないというか、うん、なんか裏で僕の商品って言いながらゴースト使うみたいなこと言ったやつがいて、うん、で先に契約金でこんだけ何百万でも払うって言ったから、こいつ思いやりねえな、商品も何もできてない、こんな人と一緒になったら俺の今までの人生が嘘になる、あ積み上げていくものはね、はい、ちなみに最近昨年か今年独立されてるんですか、去年の3月いっぱいでサンミュージック上がって、それで4月に結婚、それはなんかどんな経緯でサンミュージックをその退社されてそういう運びだったんですか、はいはい、いややっぱりその何かこううまく自分の中で仕事はあるけどもう一皮二皮向けないと俺の残りの人生まずいなってもう一回思ったんですよ、やっぱ40過ぎて若いうちから酒で体酷使してきた人間でもう俺折り返しじゃんと、結婚もしなきゃいけないし男としてもうちょいかっこいい生き方って探さなきゃいけないなと思って、でそうなった時に会社っていう肩書きがあるとやっぱりなんか自分でこうもっとこう気合が入らない、うん、じゃあ会社っていうその頼る部分をなくして一からもう一回気合入れて男として生きないとダメだな、なんかふと思うんですよ自分で、朝鏡見てなんか俺今 かっこいい男かなっていうことにずっと学生の頃からこだわってる人なんで、ほうほうほう、かっこいいっていうのは顔だけじゃなくて出す匂いとか所作とか、ほうほう、目とか、ほうほう、あと優しいか、人とか世の中に対して優しく生きてるか、ほう、強く優しい男になるためにお前合ってるっていうのをすごい鏡に問いかける人間なんですよ、ほうほう、あの自分に対自分で対話してる時間がすっごい多くて、結構一人で何考えてんのって多分うちの妻は思ってる時間があると思うんですよ、なんかこう一人で何かたまに一人で喋ってるあのソファ座ってるのを横で見てるとすっごい強い目してる時あるよねって、それって多分自分対自分で対話してる時間はどうしようかな、家族作る上でよしこのうちの嫁誰よりも幸せにする方法どうすりゃいいんだ、人に優しく誠意のあるかっこいい仕事しなきゃな、これから子供もできてきた時に誇れる親父になれるのかなとか、はあ、うん、じゃあ奥様は何歳ぐらい離れてる、ちょうどジャスト一回12個、だから絵と一緒なんですよ、蛇としてあと32歳とか、そうです、この間、ちょうど2日前ぐらいに33歳になりました、あそうなんですね、奥様は30ミュージックの方なんですか、はい、になんか全然僕と違うあの僕が紹介したわけでも何でもなくて、うん、たまたま入ってきた、それも付き合ってた時に入ってきたんです、それとも、付き合う前です、あでももともと知り合いだったんですか、知り合いです、知り合いです、別で一緒に仕事をしたりとかしてたんで、ちなみにその退社と結婚がその重なったというか、そのちょうど退社したともに結婚したのは何か理由があるんですか、たまたまなんですか、やめようと思い出してちょっと周りに相談して、うん、それでマネージャーに話す時にマネージャーが陣内に結婚って言われたんですよ、うん、でもその時考えてなかったんですよ、辞めるって結婚、うん、去年だから一昨年ですか、一昨年の年末ぐらいに言ったんですよ、うん、来年で辞めさせてくれって、うん、その時に陣さってもう陣もいつまでも若くないよ、これからもう一上がりするんだったら陣結婚するのもいいんじゃないっていうようなことをうちのマネージャーが言ってくれて、うんうん、だからサンミュージックにはもう本当に感謝しかなくて、あのサンミュージックから今でもお仕事いただいたりとか、へもう別に業務提携もしてないのに、うんうん、ジーンこんな案件来てるからそっちに振るねとか、
へえ。なんか愛されてて本当に幸せだなっていうか。もうそうですね。だからその辞めんなっていうことじゃなくて、その先の人生を一緒に考えてくれるマネージャーって素敵ですね。そうです。それで他のスタッフとかにも泣かれて、辞めちゃうの？ああ寂しいって言ってくれて、で結婚式は絶対呼んでねとか、子供の面倒見れない時とか、面倒見るよとか、なんかそんなこと言ってくれるってすごいですよね。いやそうですね、あったかいですね、あったかいですよね。普通もう、あうちと辞めるのは、はい、じゃもう関係ないよってやりそうなところを、やっぱすごい会社だなと思って。もうね、しかもその後もお仕事ね振ってくれるなんてね、なんかいい関係性ですね。だからクラブ愛も辞めて芸能やってた時もクラブ愛の社長は、お前いつでも遊びに来いよみたいな。だから結構僕は人に恵まれてるというか、すごく愛されてるんで、返さなきゃいけないんですよ。あでもまあ大事にしてるから愛されてるっていうのもあんのかもしれないですけどね、僕はね。でも恵まれてます、僕の星って。白崎仁ってなんかすげえ運がいい、なんか生きてる運いいなと思いますよ。それだけは救われてますからね、運がいいのと。大丈夫かな、こんな白崎仁ってそんな誇れるぐらい、こんなに人に好きとか仁君大事にするよってこう周りの年上の先輩たちに言われるほどの男かなとか結構考えますよ。へえ、いやいやいや、でもね、まあ、その今残ってるものはその全てなんじゃないですか。だってそんなね、みんなから今はだろ、まあ、自分の会社で、はい、さっきおっしゃってた商品開発、開発、あとはまあテレビのオファーがいただけば、いただくお仕事と自分にリミットは決めないんですけど、いただいたものが誠実であるかどうかだけが判断基準で。そうですか、なるほどね。やっぱりホストの時も目の前でお金積まれて汚いことしそうになったけど、しなかったから今の白崎仁がいるんで、はあ、だからそのこの間もそのゴースト使って商品売ろうなんて、俺の名前だけで金稼ぎしようと思ったやつをやっぱ切るのってブレてないっすよ。そこは21で白崎仁名乗ってから。うーん、白崎仁がねかっこ悪くなることが一番嫌いなんですよ。いやいいっすね、いやいいっすよそれ。本当に生き切っててもめっちゃかっこいいっすよ。いや白崎仁名乗ってからもう基本的にその経済面で多分ずっともう右肩上がりです。いや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 。それはあるんですか。いやいや、で一回食えなくなったことありますよ。どのタイミングですか。何年かした時にね、ちょっとどっちですか、ある芸能ってとも。芸能の時ね、2011年ぐらいめっちゃしんどかったですね。それ震災とかも関係するんですか、それ。そういうことじゃない。いやわかんないですね。なんかある決まってたドラマがあって。台本もらって、あの3番手に名前が上がってたんですよ。おうおう、それでも台本に名前入ってたんですよ。おうおう、なのに、まあ、ある事務所とのタレントさんとキャラが被るってことで名前出せないですけど、あれはちょっと悔しい思いして、あそれでその NG 食らって、はい、それの NG 食らったら、要はドラマなんで何ヶ月もスケジュール上げてるじゃないですか。おうおう、でバラエティとか断ってるんですよ。あもうそうだから断ってるんで、それをいきなり予定組んでたドラマのスケジュールなくなったら仕事なくなるんですよ、うん、でそしたらね怖いものでなんかいろんなものがね噛み合わなくなるんですよ。入ってた仕事とか、はあ、あれだって NG 出したじゃないですかとか、うんうんうん、で反レギュラーみたいな感じでコンスタントにいただいてたお仕事を 2,3 ヶ月休んじゃったから僕の代わりが入っちゃってたりとか、あでちょっと居場所がなくなっちゃうんですね、うん、2、3ヶ月、まあ、バイトそうですよね、うん、それで僕もちょっと一時期腐って、そこで腐り始めた時これもやばいなと思って、うん、金入ってこねえぞと思った時に、うん、金入ってないと来ないっていうのはゼロってことなんですか、さすがに。いやいやいや、でも一番入ってこなかった給料って、いやそれこそ何千円ってありましたよ、給料明細1ヶ月、はあ、白崎仁の時でってことですね。でそうあります、あります。芸能なんてほら、例えば、まあ、そっか映画なんかは公開されてからとか、あだからそうするとちょうど振り込みがない時期ってあるじゃないですか、はいはいはい、まさかそれはフリーランスと一緒ですもんね、うん、仕事はずっとしてんだけど売上11月の1個もないぞみたいな、そう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 入金がないぞってことですよね。あれ2月らしいみたいなことするのね、うん、その何千円みたいな時がどっからどうやってはい上がったんですか。いやだから貯金切り崩しながら、それで、住んでた成り上がろうと思って芸能で、はい、高い家賃とか一人で 4LDK のとこ住んでたんですけど、はい、そこをまず引き払って、はい、で車売って、はい、電車移動に変えて、はい、それで下町に、家賃5万8000円ぐらいかな、そんなところに一回ね引っ越しました。
今だから言うんですけど、その時って本当どん底で、部屋1階のもう本当日当たりの悪い部屋に引っ越し直したんで、その時ソファーの後ろカビとか生えるんですよ。へえ、なるほどね。で自分が今まで持ってた高いあの家具とか、うん、持ってたスーツとかブランド全部後輩たちがあげて、うんうん、今考えればあれ売り合いよかったんだけど、もうなんかそういうテンションなんないんですよ。なんかもう、まあ、ちょっとまあ心も鬱っぽい感じで正常な判断ができないというか、だからもういいよ、好きなの持ってけ、部屋のあるもんって後輩たち呼んで、で部屋引き払って車を引き払って電車移動に変えて、でもそうするとやっぱり自分からその都内のこう移動の便利なところとか第一線のところで歯食いしばらないと、これも人生で学んだんですけど、都落ちするとどんどん落ちるんですよ。あれやっちゃダメだなと思って、何年か前にやっぱりそのああダメダメ、あのもう都内便利なとこ、そんなもん金なんて日本でなんかすりゃ死ぬことねえんだから、うん、もう一回やり直せお前と思って、へえ、そしたらまたこうグーッとやって、へえ、それじゃそのさっき言った下町から分かんないけど港区みたいなところに引っ越したってことですか。まあまあ繁華街ね、そういういいところにね、いわゆるな、うん、へえ、でもさ、それはめちゃくちゃ金があったわけじゃなく引っ越して、そうそう、あの細々と生きてた時に貯めといた金でいやいや、こんなとこいてお前人とも会わなくなって、お前何してんの白崎仁かと思って、それでなんか歯食いしばってやる気がもう一回見えたんでしょうね。そうするとね、そこで出してる匂い、まあ僕ちょっとこだわるんですけど匂い、でその匂いを嗅ぎ分けて、だ例えば、うん、今日も僕にオファー出してくれたじゃないですか、うんうん、これって僕からすると匂いなんですよ。なんか白崎仁がこれつまんないあの、うんうんうん、商材だったら僕の話なんか誰も聞かないと思うんですよ。でもこいつに話振ってみようと思ってくれたからオファーくれてるんですよ、うんうんうん、だからこれは僕今そういう生き方で歯車回してるから、どっかで匂いを嗅ぎ分けて、あ面白そうなもんがあるよ、あいい匂いがするっつって来てくれてるはずなんですよ、うんうんうん、だから匂い出せてなかったんで、へえ、5万いくらぐらいのところから何万のところに、あの何十万にもちろん戻しましたよ何十万、もう20とか30とかそういうようなところに、当時そんな家賃払っちゃったら結構しんどいぐらいの時にわざとそうしたんですか。ああでもまあこれで細々と、まあまあまあこの家賃だったらいけっかみたいな、へえ。そしたら今はね、なんか気づいたら結婚もできて仕事も入って自分から仕事も振ることもできるようになって、楽しいっすね今も。すごい、知らず知らずに V 字回復したんですね。コンスタントになんか普通になんか出てるなっていうイメージはあったんですけど、うん、そのちょっと腐ってたというか、うん、腐ってる時って最近何やってんですかってこういじりみたいな番組来るし、あとねろくでもない人が近寄ってくるんですよ弱ってる時って、あの弱いやつのところにそこにつけ込む悪い大人って多いん でそういう時に無理してそういう人と組んで仕事しようと思うとろくな仕事になんない、つながんない、でやっぱりあの紳士じゃない不健康な仕事の仕方してる人が寄ってくるんで、だ人にもすげえ裏切られましたよ。そんなんもあるんですか。めっちゃ裏切られましたよ。なんかもう前の日までもうジン君全部やってくれてありがとうね、もううち頼むねこのことやってって言ってたのに、手のひら返して、給料5ヶ月分払わないで今ものほほんと生きてるやついますけどね。5ヶ月分ってそれいくら分ぐらいですか。何百万っすよ。へえ。何百万払うよって言って5ヶ月分仕事させて、そうですよ、ノーギャラってことですもんね。そうですね。偉そうにスーツ着て生きてるやついますけど、まあそんなやつもう俺の人生にいなくていいんです。そんなやつは、そんなやつのこと少しでも考えるんだったら、自分の嫁どうやってうまいもん食わしていい生活させるかってことを考えた方がいいんで、芸能界の入ってからも一回どん底の経験してですね、白崎さん。一回じゃないんじゃないですか芸能。本当にあの自分のメインバンクの、キャッシュカードの上限いっぱいの50万も借りましたからね、金なくて。消費者金やべえから、はあはあ、あと僕ね意外 に人に金って借りたことないんですよ、うんうんうん、人の保証人とか、あ保証人じゃないけど人に金を貸して逃げられたこといっぱいあっても、はあ、人のに金を借りたことってあんまりないんで、うんうん、だから銀行で上限50万借りて、それでそこででも戻ったかな。そこもどん底でしたね。2回ぐらいどん底あるかな。やっぱそれで言うとそのショッピングとかでもう気合い入れて頑張ったことが V 字につながったってことですか。まあまあ W なのか分かんないですけど、見かねたんじゃないですか世の中が。あ白崎人歯食いしばってちゃんと真摯なことやってるんだからっつって、やっぱ仕事が寄ってきたというか、なんかそこだからって自分がなんか特別なことしたっていうことよりは、
あの、汚いことはしない。あ、これ、お金くれるって言ってるけど、この仕事は受けないとか、そこをぶれなかった。たけれ、たけれ、たけれ、心は殺すことはある。ちなみになんかその、残りのまあ何十年か分かんないですけど、人生で、なんかこういうことを成し遂げたいな、みたいなのありますか？なんか締めにというか。あ、簡単。幸せな家族作って。ああ、いや、いいっすね。あの、ちゃんと家族が、朝元気に起きて、みんなの笑い声があって、楽しくご飯が食べれて、健康にみんなでお風呂入ったり、バーベキューやったりする家をもう買おうと思ってて、で、そこで子供たちとか、自分の妻のママ友とか、みんなが、俺がいようがいないだろうが、親戚も来て、みんなで今で楽しく過ごしてたりとか、もうそれだけですよ、夢。それやって、まあ、妻一回り下なんで、で、自分で妻が一生涯金困んないで生きていけるような、それだけ金残して死ねればいいかなっていう目標しかないですよね。もうなんかないっすね、物欲もないし、なんかもう車欲しいとか、時計欲しいとか、もう何にもないっすね。物欲がない。欲しいものって何って言われると、なんか、友達とか家族とかの思い出の場所に行くとか、あとはもうとにかく自分のその戦ってるもので翼休めるようなその家、で子供たちが元気に生きていけるようなものを作んなきゃいけないんで、それは自分が一家の主になるということ、親父になるということで、もう自分の夢はそれしかない。金残して死ねればいいっていう。めっちゃいいですね。今さらいいよねっていう時期だそうか、奥稼いでたけどその定食何食うか迷ってた時期もあると思うんですね。100円こっちの方が高いけど、食いてえなみたいな。そうなんか心病んでる時ってこう、少しでもこう抑えようとするじゃないですか。めちゃくちゃ楽しかったです。また今後ともなんか、ありがとうございます。ごめんなさい、本当にめちゃくちゃ忙しいのに、全然こんなとこまで。ちょっと時間過ぎちゃってごめんなさい。どうか、どうもありがとうございました。どうも失礼します。楽しかったです。どうもありがとうございます。